こんにちは。アートの絵本作家チャンネルへようこそ。作家の金沢舞子です。今日は、金色の和紙に描く、可愛くておしゃれなパグ絵画の描き方についてレクチャーしていきますね。一緒に描いていきましょう。では、下描きから始めていきましょう。今回絵に使用した紙は金色の和紙を使用しています。手すきの和紙を専門に展開されている名古屋の紙の温度という会社から取り寄せています。最近では欧米の美術館や博物館、図書館などでも中性の和紙が1000年以上もの保存の可能な丈夫な紙としてすごく注目されているそうです。現代では和紙に代わる安価で新しい素材が生まれて以来、このような手間暇かけて作られる高価な和紙が使われる機会は大変少なくなったそうです。でも、この豊かな可能性を秘めた手すき和紙への思いを感じて、こちらの紙を愛用させていただいております。今回は、その紙の温度の中でも美しい存在感の際立つ金紙に描いてみますね。絵のサイズは、横150ミリ、縦210ミリ、マンションなどのインテリアに合うように小さめにしました。まず、大まかな構図を決めるところから始めて、体や顔の基本形態を意識しながら始めていきましょう。今使っている鉛筆は、ダーマトグラフというチャコペンのようなものなのですが、油性タイプなのでとても定着が良いです。今回使っている金紙は、やや定着しにくい素材ですので、ダーマトグラフのように色が乗りやすい鉛筆が描きやすいです。今回テーマにしたパグは、振り返った見返り姿が愛くるしいポーズです。パグは、体が25センチ前後、体重6キロから8キロほどで小型犬に分類されます。頭部は球形に収まる凹凸のない形ですから、球を意識して描いていけば可愛く描けますよ。ねじりの入ったポーズですので、首のシワなどを注意して描くことで、自然な体のひねりが表現できます。正しく描くというよりは、なでなでしてあげるような気持ちで、優しくなでる気持ちで描いてあげるといい絵になりますよ。私は縦軸や横軸、顔の前後左右の傾きなども補助線をイメージしながら、意識しながら形をとっています。部分に偏らず、全体的に眺めることが重要です。部分的なパーツを描いている時も、同時に目はいつでも全体を俯瞰的に見続けている必要があります。時々は絵から離れて眺めてみることもおすすめです。物理的に自分が絵から離れることで、全体的な視点を取り戻すことができますよ。着彩するときの手がかりになる形や色の変わり目をスケッチで線取りしていきましょう。顔や体の基本形態を意識することで立体表現に役立ちます。線取りした線が間違っていた場合、上から正しい線を描き出していくと大丈夫です。上から絵の具をこってりと重ねていきますので、線はほとんど見えなくなりますから、こっちの方が正しいと感じた場合、その感覚を大事にして描き直ししていってください。では今から彩色のプロセスです。筆から界面体スポンジに持ち替えましょう。ここでは黒、白、イエローオーカー、セピアの4色のみに絞って描いていきます。絵の具の混合方法には多くの経験が必要なのですが、今回はシンプルな4色。そして使う画材も面相筆と界面体スポンジです。はじめに使用した色はイエローオーカーです。今回は金紙という和紙に描いていきますので、絵の具の定着をしっかり強固にさせるために、下地作りがこのイエローオーカーが適しています。クリーム色の犬を描いていくのですが、最終的にクリーム色が際立つためにも下地に暗めの色をまんべんなく敷いていきます。動物の可愛らしさや柔らかさを表現するとき、毛のふわふわ感を表現するためにスポンジを使う描き方をおすすめしています。スポンジまんべんなくトントンとタッチを残していきましょう。力を入れすぎるとタッチが潰れてしまうので、優しく優しくトントンしていきましょう。ここでは犬の目をツルツルの質感表現を出したいので、眼球を避けて、その他
毛が生えている部分をトン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 して塗っていきます。少々はみ出しても後から塗り重ねていけるので大丈夫。思い切ってトントンしてみましょうね。次に使用する色は先ほどのイエローオーカーにセピアを混色したものです。地塗りの表現を2色にすることで深みのある奥行きのある豊かな表現の下準備になります。暗めの地塗りを同じくスポンジでトントンしていきましょう。日陰になっている耳の内側や鼻の周りのシワなど陰影を感じられるところを重点的に色を重ねていきます。この時立体感も意識していきますよ。今は下塗りの段階なので今から本番に入っていきます。次に使用する色は黒です。スポンジから筆に持ち替えましょう。下地を2色トントンしていくうちに初めに描いた線取りがほとんど見えなくなってきましたので、ここでもう一度筆に持ち替え形を掘り起こしていく気持ちで、さらに暗い色で日陰になっている耳の内側や鼻の周りのシワ、また指の割れ目など陰影を感じられるところを重点的に色を重ねていきますよ。耳の毛足の長い箇所なども面相筆の先を尖らせて1本ずつ描いていきます。やや細密に毛穴や目、さらに目の周りをよく観察することで、まぶたの厚みも表現していきます。さらにダーマトグラフで首や背中のシワを描き起こしていきます。背中やお尻もなでなで触るように描いて、柔らかさと肉付きの良いむっちりとした体を描いていきます。黒のラインがきつすぎる箇所は、セピア色のスポンジでぼかして自然になじませて調和させておきましょう。では、いよいよ固有色の彩色のプロセスです。筆からスポンジに持ち替えましょう。まず、白の絵の具に少し茶色を混ぜて、クリーム系の毛の色を混色して作っていきます。ふわふわのスポンジです。いいふわふわ感が出そうです。優しくトントンしていきますよ。ここでもなでなで、パグちゃんの体を優しくなでてあげるような、触るような気持ちで絵の具をのせるのがいいコツです。スポンジで、毛の白さを描き足していきますが、下塗りに十分暗い色を敷いていますので、クリーム色のタッチが際立ちます。これが絵画として完成した時に、まるで触れられそうな触覚的な絵肌になるわけです。実際のモデルとなる動物をよく観察しながら、必要箇所に固有色を乗せていきましょう。地塗りが見えるか見えないかぐらいがいい塩梅です。せっかくの地塗りの色までもが塗りつぶされてしまうと、立体感や触覚に働きかける表現にならないからです。微妙に透けて見える下地の濃淡が絵画を豊かにしてくれるんですよ。ある程度のところでトントンするのをやめましょう。今日描いているパグは目は丸くて尻尾はくるんと巻いています。耳は前に垂れたボタン耳と言われるパグです。他にも耳が立ち上がって短く巻いているローズ耳がありますよ。パグの毛の色はシルバー、アプリコット、フォーン、ブラックなどが認められています。マズルという口の周りから鼻先にかけての部分や耳などは黒いほど若々しい印象ですよね。毛質は短毛で滑らかですので今回のスポンジ画法にぴったりの犬種です。今回はフォーンパグというクリーム色と黒のツートーンが特徴的なモチーフですので、黒の絵の具でもスポンジで固有色をのせていきましょう。耳や鼻や目の周りが黒い犬種なので、ここでも仕上がりのタッチを残していくので、ちょっと慎重に進めていきましょう。工程が進むごとに細かくなってきて、神経が研ぎ澄まされてきます。ちょっと手元もプルプルしてきますが、息を止めずにちゃんと呼吸して、進めていってくださいね。次にもう一度スポンジから筆に持ち替えましょう。固有色をトントンしていくうちに形が崩れたり曖昧になってきてしまうので、ここでもう一度形を掘り起こしていくような気持ちで筆に持ち替え、黒の絵の具で日陰になっている耳の内側や鼻の周りのシワ、指の割れ目など陰影を感じられるところをやや細密にはっきりと描き出していきます。黒目の固有色をつるんと滑らかに表現するためにピタッとした被膜で覆うように絵の具で塗っていきます。お肉が巻き込んでできるシワなどは、柔らかな表現のダーマトグラフで何度も調子をつけていきますよ。
次にここで初めて真っ白な色を用いてハイライトを入れていきます。この工程で一気に生き生き感と魅力が出てきます。一番ワクワクする瞬間。ハイライトとは鑑賞者の視点によって変動する最も明るい部分のことを言います。眼球は表面がゼリー状で濡れているのが特徴で、さらに犬は鼻が濡れていますので、テカった質感や瞳のうるうる感を出すために一番明るい色で描き足していきます。小さな輝きも拾い上げて描き込んでいってください。お肉が巻き込んでできているシワなどは、柔らかい表現のダーマトグラフで優しく何度も調子をつけていきますよ。耳の毛足の長い箇所やおひげ、よく見ると眉毛もあったりしますので、瞑想筆の先を尖らせて一本ずつ描いていきます。やや細密に毛穴や目、さらに目の周りをよく観察することで、まぶたの厚みも表現していきます。さらに印象的な表情になってきました。小さく見えている爪にもハイライトを入れて存在感を出していきます。またまたお肉が巻き込んでできているシワなどは、柔らかい表現のダーマトグラフで調子を優しく何度もつけていきますよ。全体の調子を壊さないように、これが慎重な作業になります。毛の生え癖も細密に観察して描き出していきます。ダーマトグラフは調子を整えたりぼかしたりするのに便利です。ここでは薄く何度も重ねていくことで、パグの特徴であるシワなどを表現していきます。ほら、どうでしょう。触れそうな立体感と質感になってきました。ハイライトと区別してほしいのが白目の表現です。ちょうど今描いているパグは上目遣いがポイントの表情ですが、先ほど描いたハイライトと区別するために、白目の部分はあえて近視の色をそのまま残しています。仕上がったら自分のサインを入れましょう。できました。今回は楕円形のオレンジ系ピンクゴールドの額縁を選びました。額縁や髪の色をゴールド系で調和させることによって、温かみの中にも華やかさや優美さを感じられる絵画になりました。この楕円形の額縁っていうのは、風水では気を拡散させてくれるそうで、対人運もアップ、さらに可愛いワンちゃんの絵でお部屋も和ませてくれます。皆さんもチャレンジしてみてくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。今後も心温まる作品をアップしていきたいなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。